チャック市場の横のモールに来ました。向こうの方に見えるとこまで全部チャットチャック市場みたいです。ちょっと MBK っぽい雰囲気がします。すごい綺麗な絵とか売ってます。ガラス細工すごい綺麗です。すんごいちっちゃい、かわいいです。Nゲージですかね。すごいなんか日本でよく見るようなやつがあります。お坊さんの蝋人形売ってます。すげえ怖い。すごいなんか間抜けな顔してて可愛い。日本語でバス停って書いてます。フードコートでご飯食べます。カオカムーラ、すごい大きい鍋。めちゃくちゃ美味しそう。美味しい？うん、めっちゃ美味しい。ここ、うん、めちゃくちゃ美味しかったです。すごいルイ・ヴィトンみたいなデザインがあります。おしゃれですね。これもトイレットペーパーをティッシュに使えるんで、すごい可愛いですね。パンツ129バーツ。パンツ安い、うん、猫もある。可愛い。うちの蛇口これにしたらなんかあれだね、豪邸のあれみたいな。豪邸テーマパークみたいな。で今はもうそんなに便利じゃないから、うん、もう例えばお土産とか、イベントがあって、まあ、クラブのを入れて、親戚あげるとか。かわいい。そうなんですね、うんうんうん、これねバッグだそうです。チャトチャック市場に着きました。結構ねお店いっぱい続いてます。 YouTube 殺しの音楽がかかっていたので少し飛ばします。なんかなるちゃん気になるものあったら。こういう海色がすごい。これいいよね。なんかめっちゃ高級なホテルにあるインテリアみたい、うん、欲しいよね、ああいうの欲しい。でもあれが置ける大きい部屋に住まないと、うんうん、今歩いているところは大きな家具とか売っていて、お土産に持って帰れるものはあまりありませんでした。でも思ったより涼しくてよかった。そうだね、うん、もっとめちゃくちゃ暑いかと思ってた。あの鳥かごみたいなやついいね。あー、おしゃれ。
こにもあれがあるんだね、あのお寺じゃないけど、お寺だろう、また音楽がかかっていたので少し飛ばします。もっとなんか歩けないぐらいすし詰めになるかと思った。市場が広すぎるからかな。うん、そうかもね。あ、そうだね、ちょっと増えてきた。ペット用品コーナーだったか。あ、全部カゴとか。ちょっとね、ちょっと今日シールしたと思います。一个车上有，都是那的。すごい大きくない？哇，でかっ。めっちゃでかいよこのウサギ。こんなんあるんや。巨大なウサギじゃん。かわいい。下のこの子一番かわいい。でかい、うん、ちょっとね、ブスがわいいよね。ぬいぐるみかと思った。めっちゃでかい。猫よりでかいよ、うん、こっちも普通のお酒がこれぐらいだから、すごい大きい。すごい大きいね。本当だよ、リアルと思う。ちょっとね、ちょっとね、新編あるのよ。あと2度ちょっと。かわいい。トカゲもいっぱいいます。キョロキョロいってる。うん、おお、ここもチャトチャックって書いてます。あっち、オッケー。もうすごい広いんで雑貨の方に絞っていこうと思います。じゃあ、なんか興味あるものある？もうちょい先に行くと、うん、水晶とか宝石とかがあって、そこが気になってる。うん、こんな日本っぽいお店もありました。
やばい、むっちゃかわいい。ご視聴ありがとうございました。